コーナーからのセットプレー、逃げるようなボール、ダイレクトで交代をしたのかもしれませんよ。このシュート、さあ入れてきた、ヘッド、ヘッド決まっ、ショートコーナー合わせた、入った、いやーすごい、パスを選択、逆転のチャンスだ、右ヘタフェ、今のところいかがですか。ちょっとまだエンジンがかかってないように見えますよね。ね。ここでは合わせられません。しかし展開しても中にしっかりと入ってきてますよね。浮き球つながるか、ゴール、ここはスミネ、スリソムキック、チェックに回る、ゴール、逃げます、コンスタン、さあ逆転のチャンスになるのか、ループだ、ゴール。それにしても北澤さん、バランシアンド、やはりこの時間帯からは試合時間が長く感じられるんでしょうね。そうですね、危険を犯して点を取りに行った、監督としては悩んだ、まあ我々決めた、サイド攻撃を見せましたがここは攻めきれませんでした。スイス、結局このボールを奪いました。スイスとしてはまあしっかり守れてると言えるでしょうね。ゴール、チェック、ちょっときついですよね。中にスッと入ってきますね。入った、右、右、リバリッチ、前線へ落とします、中央から行った、ループシュート、入った、真ん中いい上がり方してますね。止めに行く、シュート、決まっ、奪う、最後からいい上がり方をしますね。ゴール前を狙っています、チェックに行く、ダイレクト、これを決めた、守備陣に引かれてしまって攻めきれなかった形でした。スペースをうまく使うと、決まった、いいシュートでしたよ。少し出して渡ります、入った、右足、いい力の展開ですね。チェック、中に誰もいない、行くか、浮き球からゴー、ここで流れをつかみたい、左足だ、いい攻めを見せたんですがちょっとうまくいきませんでした。オーストラリアとしてはまあしっかり守れてると言えるでしょうね。右、中にスッと入ってきますね。スライディング、ゴールした、22分、クルーズ素晴らしいミドルシュートでゴールを決めました。エリアの右、そのままシュート、入った、右足、サイドチェンジ、